はい、こんにちは、いかがです。ということで皆さん、久しぶりです。今日何の日か知ってますか？ねえ、今日が何の日か、ねえ、ちょっとね、調べてみましょう。はい、今日はですね、世界社会正義の日。なんだそれ。世界社会正義？なんか、良さそうな日だな、今日。アレルギーの日。うん、俺猫アレルギーだから、なんか、俺の日ってことでいいのかな、これは。歌舞伎の日。よーぽん。尿漏れ克服の日。なんだこれ。やった、やっと尿漏れ治るわ、俺今日。よかった、今日生きててよかった。皆さん、朗報です。今日ね、僕の尿漏れが治るということで。バカッとやろう。今日が何の日かわかるか。今日の日はな、イカ坊主くん10周年記念だよ。ということでね、本日2月20日をもちましてですね、イカ坊主くんが生誕10周年記念、イカ坊主くんが復活してからこれで1年と4ヶ月経ちましたね。うん、結構長い間やってますね。で、去年から一体どれくらいチャンネル登録者数増えたのかなっていうのをね、ちょっと見てみましょう。2018年2月19日から2000人も増えてんやん。2700人増えてるわ。すげえな。ってことは、1年前は、俺のチャンネル登録者数は、1900人だったってことか。この1年間で2700人増えてますね。いや、結構頑張ってるよ、イカ坊主くん。1年で2700人も頑張ったんだよ。お待ちかね。皆さん、あの伝説の企画、やりますよ。10年前に実況している俺を、9年前の俺が実況している俺を、1年前に実況している俺を実況するコーナーでございます。はい。行きましょう。さあ、今年も来ましたね。これいつまでやるのかわかんないけど、なんとね、無事3回目を迎えることができました。今回も早速ね、去年の動画を見ながらやっていきましょう。はい、ゆっくりセックスよいしょ。すげえな、93も高評価ついてんやん、この動画。びっくりした。はい、ということでね、見ていきましょう。はい、イカ坊主と申します。イカ坊主と申します。イカ坊主生誕90年記念。わ、これかっこいい。この頃の俺かっこいい。1年前の俺、ハグみたいな顔してんな。9年前に実況していた僕を、はいはいはい、発音が、いや、これ前置きはもういいな。前置きはもういいよ。本編の部分が始まったぜ。イエーイ。このね、編集技術がなくて、この何、左下の、違う、右下の俺がさ、なんか変な感じになってんの、めっちゃ臭。はい、何するんですかね。さて、はい、ね、リアクションが適当すぎん。おーとか9周年ね。あ、これ去年の俺の話ね。去年の俺突っ込んでる今。うん、なんでマスクつけるの俺。花粉症かな。あ、アレルギーの日だったから、これアレルギーの日だったから、これ多分マスクつけてんのか。そういうことか。今3人いるのかな。あ、今3人いるのか。俺合わせて今3人いるわ。今この空間に、この時点でだいぶね、だいぶ声が違いますね。ちげえね。おお、たこ焼きこれ声たけえ。いや、高えけど、今の俺もこれ、で高いよ、これ。中間の俺の方が、8年前の俺の方が低いっすよ、それは気のせい。これは気のせいだ。これでもさ、俺覚えてるからさ、これもう俺何に突っ込んだか覚えてんのよ、これ。だからこれ、結構意味ないよな、これ。今思ったんだけど、この企画もう同じこと言うしかないよね。だから俺、去年の俺いじることするわ。去年の俺をいじる。ね、8年前の僕クール。ね、コメントが薄いな。コメントが薄い。もっとしっかりしろ、お前ちゃんと。実況、実況するかしら。あ、全然してるね。手術化してる、手術してる。ちゃんとやってるよ、これ。2年目やってるよ。伊賀坊主くん、頑張ってやってるよ。1年後の俺は。2本目って。男前だな、この伊賀坊主くん。で、今の俺、だいぶおっさんになったけど、この頃の伊賀坊主くん、結構かっこいいな。短めをちょっと、この頃の俺どこ行った？この頃の俺テンション低くない？ちょっと、いや、もう分からん。俺一番奥におるやつが、一番奥におる俺がもうもはや聞こえてない、これ。一番若い頃の俺がもはや存在感なくなってるよ、これ。やべえわ。ちょっと突っ込みきれないわ、俺もう。4人いるからね、今この空間に。ね、あの若い10年前の俺、9年前の俺、去年の俺、今の俺、この頃はめっちゃいるから、これもやべえわ、これ。忙しいな。なんかこう、鼻水をすする音っていうのをすっごい入っちゃって。ああ、入ってた、入ってた。昔の動画って。だから、まあその辺ちょっと気遣いたいな。でも俺でも今めっちゃ咳するよ。恥ずかしいね。これもう俺、な、クールだね。クールだね、君。クールだ。お前もクールだよ。もっとちゃんと突っ込めよ。お前もクールぶってんじゃねえかよ、これ。さあ、で、チラチラカメラを気にする男。チラチラカメラを気にする男。滑舌悪く。滑舌悪く。大丈夫ですか？はい、調子に乗って飛び出してますね。まあ、滑舌はだいぶ、今のくなった方だと思うよ、俺も。今の俺、だいぶ滑舌がまともになってると思う。ただね、早口すぎて何言ってんのか分かんないってね。あの、前、マザーに言われたんだけどね。俺のおかんに、
あの、あんたさ、早口すぎて何言ってるか分からないって言われてめっちゃ怒られたんだよね、去年に。いや、俺の動画見ても分からんだろうって、そもそも。いや、そもそもゲーム用語が分からんから分からんだけなんてたまらんだけど、もう完全に無視されましたね。いやー、これ8年前の俺が結構存在感薄いな、今。おすごい。8年前の俺が、今マジで存在感薄い。あの、9年前、今は、10年前の俺は、今の一番若いから存在感あるんだけど、この9年前の俺が存在感ない、噛んだ、噛みました、ごめんなさい、噛みました、僕は噛みました、すみません、誰だこいつ、お前もだけどね、ねえ、なんだ、盛り上がって、ちょっと盛り上がんといてよ、盛り上がんといて、俺置いて、ねえ、俺置いて、盛り上がらんといて、何の話してんの、今、確かに見てた、ちょっと、自分の動画めっちゃ見てるんですよ、自分の動画めっちゃ見てた、俺、最近見たったよね。最近自分の動画も見に行った。編集の時にね、もう見すぎて見たくなくなってきた。時の会な第2回のも第2回やったやった。2週目、3週目やったよ。あのこれ終わってからもう2週目裏やって3週目もやりましたからね。ちゃんとねやってるよ、イカボーズくん。いや、有言実行な男。コメントしてくださった方本当にありがとうございます。ありがとうございました。しっかりします。今回はこの辺、この時まだ小学生ですよ、僕。ねえ、小学生でしっかりしてる、しっかりしてる。頑張っていくんで。はい、頑張ってね。よろしくお願いします。おー、伊賀尾君頑張れ。ねえ、10年経ちましたね。思ったんですけど、どうでしたでしょうか、皆様。ねえ、どうでしたでしょうか。僕の幼き頃の声が非常に。ねえ、幼き頃。あの後僕がしばらく、そんな言い回し言わんだろ、普通。確かに。3年もやってないと思う。多分2年ぐらいしかやってないと思う。で、それから大体、もういいな。6年ぐらい。もういいわ、こいつは。こいつはもういい。面白くないから、話面白くない、こいつ。ダメだ。こいつ話面白くないから、もうダメだ。はい、ということでね、イカ坊主くんの、10周年記念ということでね、まあこういういつものやつやってもらわしたんだ。なんだ、どういうことだ、日本語がおぼつかない。はい、ということでね、まあそういうことです。10周年記念ということでね、やりました。はい、まあね、YouTube を始めて10年経ったんですよ。まあ10周年っていうか、ずっと活動したこと、来てたわけじゃないですけどね、これ。まあ去年から割と真面目に始めて、実質まあ1年ちゃんとやったよって感じかな。成長を感じられてるんじゃないかなと思います。どうでしょうね。ということでね、皆様、まあこれからもイカ坊主くんとしての活動はね、多分続けると思う。失踪しないと思うから、ぜひ応援してください。はい、まあね、面白いスマブラとかね、ゼルンです中心に面白い動画いっぱい作っていきたいと思うので、よろしくお願いします。ということで、今日はここまでです。来年またやるかもしれません、失踪するかもしれません。ということで、チャロン、 See you next time。 ここまで見てくれてどうもありがとう。面白いと思ってくださった方、最後で見てくださった方、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。もしチャンネル登録してくれたら、いかぼっかめちゃくちゃ喜ぶけん。他にも面白い実況動画とか、裏技爆発動画いっぱい出してるけん、そっちもチェックしろよな。ということで、今回はここまでにしたいと思います。チャロン、ふぅ、サボっておった。今日も酒飲んで寝よう。うわ、やべ、ズボン履いてなかった、やべー。